にしてますのでよろしくお願いします。はい、テーピングの巻き方動かなくてですもう熟練ですか。熟練ですか。みんなどの巻き方がいいとか話し合ってこれがいいとか共有してますね。これやんないと巻いてくれないし痛すぎて。たら1日どれぐらい振ってます。振ってる時は3は振ってますよ。ジャパン練習も含めたら線を振ってると思うんですけど、うん、ここが痛いんで、ここを中心に頑張ります今日。頑張ってください。いらっしゃい。行きます。近いです。より球速いです。ボール自体が速いです。はい、距離は一緒ですけど、うん、こっちの方が球速いです。速いです。状態いいっす。八百田さん状態もです。まっすぐ行きます。よっしゃ。よもう手袋いつも片手じゃないですか。ああ、それよく聞かれます。こだわりあるんですか。だから僕右投げ左打ちじゃないですか。で右利きなんで、はい、やっぱ後ろの手の感覚っていうのが多分その左投げ左打ちの人より鈍いと思うんですよ。だからこれ入った時から左手はずっと外してやってきてるんです。意識するために感覚が良くなるってことですか。そうですね。手袋をつけてるとインパクトまでの感覚が伝わりにくいっていう。だこっち外すことによって最後までのスプリントまで意識できるようにっていう意味で僕は外してます。まあ、多分バッティング手袋つけた方が握力とか多分増すと思うんですけど、そっちより感覚の方を大事にしてるんでずっと外してます。ありがとうございます。はい。